皆さんこんにちは。豊橋市道路建設課の山本です。橋梁の維持管理業務を主に行っております。現在市内の多くの場所で橋梁の超寿命化を図る工事をしております。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。でははじめに防災フェアについて紹介します。この防災フェアは企業における防災対策や地域住民の防災意識の向上を目的に毎年開催されています。11回目を迎えた今回は、優しく迎えよう南海トラフ巨大地震負の連鎖を断ち切ろうをテーマに、12月4日と5日の2日間行われました。5日土曜日には公道で防災ポスターコンクールと防災標語コンクールの表彰式があり、市長賞と市議会議長賞に輝いた人に表彰状が贈られました。続いて京都大学防災研究所教授の牧紀夫さんを講師に迎え、災害に強い町を作るためにと題した防災講演会が行われました。阪神淡路大震災や東日本大震災のデータや写真を紹介し、この地域で起こりうる災害にどう備えるかについて話をしました。他にも会場には防災用品の展示・販売のコーナーがあり、災害時に必要な食料品や簡易トイレなどの備蓄品、耐震補強に関する模型や揺れによってブレーカーが落ちる装置などが展示されました。防災に関するさまざまな企業や団体が一堂に会し、来場者は興味深そうに説明を聞いていました。また屋外では災害対策関係車両の展示も行われました。ここでは災害時に災害対策本部になる車両や照明車などを見学することができました。午後からのセミナーには事前に申し込みをした50人が参加しました。ここではタイムラインをテーマに参加型の研修が行われ、豊橋市内の5つの地区の避難行動シミュレーションをしました。参加者は初めに洪水を想定したアプリで浸水状況を確認した後、チームごと話し合いながら時間軸を追ってどういう行動を取るかを考えました。この防災フェアを通して参加者は防災・減災に対する意識を高めることができたようです。そんなにしてないけど、やっぱりその備蓄とか非常用持ち出し袋みたいなのは、まあ準備してますね。地震が起きたら、まず落ち着いて逃げることを学びました。市民の皆様がですね、一人一人が自らの命を自分で守るという自助とですね、それからまあ地域の力、共助をですね、高めてもらう、まあ、そんな講演会にしたいと思いまして、毎年この時期に開催をしております。まずはご家庭で備えられている備蓄品、これもう一度チェックをしてください。まあ、少なくともですね、3日もしくは7日分の備蓄をお願いいたします。それから地域で開催している防災訓練などにはですね、積極的に参加をしていただきますようお願いをいたします。講演や防災機器の展示を通して参加者の防災意識向上を図ることができました。続いて季節の寄せ植え、シクラメンが主役の様子です。ご覧ください。消費者に農業についての理解を一層深めてもらう農業体験の催しが12月3日木曜日、豊橋市大津町の温室で開かれました。今回はおよそ20人の参加者がシクラメンが主役の寄せ植えを体験しました。今日は農村生活アドバイザーが豊橋の農業を知ってもらうために農業体験会を開催しています。豊橋の農村生活アドバイザーは農業を知ってもらおうという活動を年4回行っております。今日の講師は農村生活アドバイザーの中村美恵さんです。
農村生活アドバイザーは愛知県知事に認定された女性農業者の皆さんです。今日はうちで栽培しているシクラメンを使って寄せ植え講座を開催しました。まず初めに鉢を選んでいただきました。次にシクラメンを選んでいただきます。丸くドーム型になっている株にシクラメンが真ん中にスッと登っているバランスのいいシクラメンを選んでいただくことをお勧めします。シクラメンの他にゴールドクレスト、ジュリアンなど思い思いに選んでいただいています。シクラメンの植え方はポイントとしては大きい芯となるゴールドクレストなど長い背の高いものを真ん中に植えて高さが順番に降りてく雷様のようなイメージで植えていただくようにお話をしました。植え方のポイントとしては鉢いっぱいに土を入れるのではなくウォータースペースといって鉢に隙間を作るようにしていただくと水をかけた時に鉢に浸透していい寄せ植えとなります。同じ色が重ならないように途中にグリーンなどを入れて花と花がくっつかないようにバランスを見ながら植え替えもさせていただきました。最後にもうすぐクリスマスということでサンタクロースや鈴などをクレストなどにつけ自分だけのクリスマスが迎えられるように素敵な寄せ植えを作ります。すごい上手に素敵にできたかと思います。はい、満足してます。そうですね、先生に色をいろいろ教えてもらえたのですごく気に入った出来栄えになりました。やってまたちょっとこう庭もきれいにしたいなと思います。私たちの会では見たい食べたい豊橋農業ということでいろいろ企画をしておりますのでぜひ参加してください。お待ちしております。豊橋市大津町の温室を会場にして開かれた季節の寄せ植えシクラメンが主役でした。参加した皆さんのオリジナルの寄せ植えとても上手にできていました。続いては緊急輸送路の液状化対策実施に関するお知らせです。南海トラフ巨大地震の発生時には液状化により橋と道路との間に段差ができ通行不能になる恐れがあります。そのため緊急物資輸送と災害拠点病院である市民病院へのアクセスを確保する必要があります。現在最優先で復旧する必要のある五軒大橋と下野2号橋の段差を抑制する工事を実施しています。なお工事が終了する平成28年3月中旬までの間五軒大橋下野2号橋は終日通行規制を行いますのでご理解ご協力をお願いします。緊急輸送路の液状化対策に関する問い合わせは豊橋市道路建設課までお願いします。今後も豊橋市は防災・減災対策の強化に努めてまいります。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。さて今週の豊橋ナウいかがでしたか。最後は季節の寄せ植えシクラメンが主役に参加した皆さんをご覧いただきながらお別れしましょう。来週の豊橋ナウもお楽しみに。